それはカパーン満塁ホームランうわーっ帰ってきて問題児根本陸王は大恩人なんでしょうかね、うん、その二軍戦で例えば自チームでもいいでしょうけど相手チームでもいいですけどこいつは将来いい選手なんじゃねえかなやつ言いました言いました言いましたもう分かりますよあそうだから結局ね今だから言うんでしょうって言うだろうと思うけど、うんうん、斎藤正樹おお巨人軍、うんうん、落合博満おお落合さん二軍にいたの、うん、違かった全然違うもんそうなの斎藤正樹落合博満やっぱりもう、はい、数えてたらキリがないんですよでそのパ・リーグに入ると1軍で試合に来るわけですよねはいはいはいそしたら「島さん来たぜ!」って言ってくれるんです相手チームでもそれが嬉しくてね相当やじった選手だから思い出あるんじゃないですか、うん、だから OB クラブ入って仕事した時でも、はい、やじったおかげで相手が覚えててくれてお結構楽でしたおお物頼むのになるほど2軍のゲームでこう例えば面白いシーンとか記憶に残るようなプレーだとか何かありますかこいつプロ野球選手かなんでルールも分からずそんなことやってんだみたいな浜本チャーリーはいがチャーリーっていうのは、西武ライオンズのキャッチャーだったんですけど僕らの後輩になります満塁かなうんでボール3かなんかになったんですよサイン待ってたんですそれはカパーン満塁ホームランうわーって帰ってきてあの時日野さんだったかな監督は、はい、チャリこいって怒鳴られてるんですよサインミスで満塁ホームラン打ってんのに何の満塁ホームランと怒らなきゃいけないんだなるほど、うん、もうねチャーリー浜ちゃんはわりかしパワーありましたからねあとさ根本の味が連れてきた立ち森なんかもいたでしょ立ち森やり投げやり投げの選手結局物にならなかったんですかねです、はい、やっぱりそのボールを投げる力とやりを投げる力って違うんでしょうねうん昔の飯島さんがそうじゃないですかあロッテに行ったねロッテに行った、はい、大間に行ったあロッテか、はいはい、足は速かったけど結局ダメだったと通りあんまりできなかったね、はいあの飯島さんという方はオリンピック選手で 100m 短距離走で足の速いでその方がプロ野球に入ってきてもうダイソー専門でスチールしたらいいって言ってくれたらいいんでしょうけどそれがなかなか成功率が悪かったというところでしたよね立ち森ね、うん、あとはどういうのがいたのかなドラフト1位でいうとあれは立教会社野口なんかは野口博美はいは今でも付き合いありますけど、うん、彼は結局もう壊れたんですよねねはいだって立教の立教で2年の時に良かったわけですよ、うんはい、今の学生野球連盟の理事長である内藤さんのが1個下でマネージャーやってる時の選手なんですけど、はいはいはい、まあ西武の場合は富男にしろ渡辺富男、はいはい、いわゆる直す自信があって取るんじゃないですかねああ故障してても、はい、まず指名して取って、はい、チームドクターとかいろんなものに見させて復活させようという、はいうん、富男はそうだったんですか富男そうですよ富男って渡辺富男ですね。あの清原和博が、選抜で、3三振かな4三振食らったピッチャーです、はい、それが壊れてたんだよ電電四国 NTT 四国でしたねあいつ富男は富男はねうんで取って、まあ、復活したんですよねもう楠木スカウトがずらーっとつきっぱなしで、うん、で治ってあれだけの速球投手ねえ復活ですよ一時期ね僕審判に聞いたんですよ西武ライオンズのピッチャーいいけど例えば工藤公康渡辺久信角田源渡辺富男まあそこら辺いっぱいいましたよ誰が一番いいんだっつったら渡辺富男が一番いいって言ってましたよ僕もそう思いましたおおで何がいいのっつったら富男の場合はこのボールがうわーんと大きくなるそこまでわかんないけどそういう表現を使ってました審判の方は
じゃあ清原が3三振するの納得だと思いましたよ、うん、まあ短命だったんですけどね。ですね、うん、はい、うん、でまあ野口に戻りますけど、うん、であの時何チーム行ったんですか野口に。え、結構行きましたね、競合してきましたね、3、4チーム行ったんですよね、はい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 、まあ、よく言う言葉でなんで当てたんだと、なんで引いたんだとで、2軍の試合で軽井沢、巨人と一緒に組んで行ったんですよ、はいはいはい、ただその頃の近藤っていう経理部長がいたんですよ、球団の、はい、平田さんですよ、はいはい、で近藤部長が、その野口が先発なんですよ、うん、それが全然ダメで、ネットから来て、うん、ケーキングルボカーって怒り出して、あらら、しばらーって、俺にしばらーって言われても困るんだけど、じゃあ部長ちょっと、すいませんって言って、はい、もうそこの裏から出して、はい、まあ多少ちょっと入ったかもわかんないですね。ええ。まあ、えらいあの時は、剣幕だったけど、うん、結局、まあそれで、で野口本人も、うん、用意どん入ってきて用意どんでブルペンで投げてちょっと隣で投げてる、うん、2年生3年生が投げてる、はい、そしたらもうその瞬間にダメだと思ったっていうふうに今でも言います。本人が、はい、うん、でも一軍はなんか1回2回ありますよね。何回か投げてます、ありますよね、何回か投げてます、大きな体で、ね、大きなカーブが特徴だったんですけどね、はい、うん、で本人から根本さんのところに行ったって言ってましたね、うん、もう無理ですってことですか、はい、うん、で、まあ、野口のために言いますけど今はちゃんと仕事を、もう、はい、東京で仕事してます。あ、それは良かったです、はい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 、じゃあその、まあ、野口の名前出て申し訳ないですけど、まあ、ドラフト上位で来て、うん、思ったほどダメだったかなっていう、上位というかタグサリ、おお、タグサリは1年目、2年目、ドラフト1位か2位、え、いや、ドラフト3位か4位でしょ、はいはいはい、で、アマチュアとどっかとなんか取り合ったんじゃないかな、うーん、左ピッチャーですよね、うん、そうです、体のでかい、遠くの方ですよね、はいはい、何やっても優秀なんですよ、あの長距離、短距離、ジャンプ、はあはあ、遠投、うん、何やっても抜群なんですよ。もう野球だけはちょっとそれも珍しいですね。何やっても上位で、本当にもうすごい運動能力を持ったんですけどね、うん、いやだってまあ田草も野口同様、まあ一軍では何回も放ってますよね、はい、うん、そういう面ではあれもそうでしたね、ほら神戸から来た足ボールの速いちょっと金髪にしたやつ覚えません前田、あ、そう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 、うん、メジャーまで行って、はい、うんうん、あれもうボールが速かったですよボール速かったな、なんて言ったって柴田でしょ。ああ、まあ彼は2ちゃんも行って、うん、大成功ですよね、はい、大成功しましたけど、結局西武ライオンズ結構いじめられましたけど、はい、いいピッチャーでしたね、はい、安光は、はい、うん、そうなんだ。僕なんかそのほら松井稼頭央なんてピッチャーやってたけど、ピッチャー辞めて野手に転向しましたよね。松井稼頭央もすごかったんですか。うん、松井稼頭央が2軍でちょこちょこそこそこ打ってたんですよ、うん、でその時に、たまたま日米があって野村さんが、うん、野村さん監督で来られて、うん、島田はい、でその時誰か内野手が故障したんですよ、はい、全日本の、全日本というか、はい、その時に内野手一人おらんか、はい、います、息のいいのいますよ、で、はい、松井を推薦したんです、はい、そしたらその日たまたま2軍休みだったのかな、うん、連絡取れなくてまだ携帯電話もない頃ではいはいはい、で何とか連絡取って、うん、で合流させたらあの時4割とか5割打ったんですよね、日米で加藤が、はい、へー、でその後筋肉番付、あっ、はいはいはい、これでもうフィーバーしちゃったわけです。ありましたね、そんな番組も、はい、そんなにほら身長高くないですからね、はい、うん、彼の運動能力もすごかったですね、うん、秋山浩二もすごかったでしょ。秋山浩二はもう別格ですよ彼の場合バント練習一回もさせてないですもんね、秋山浩二、はい、うん、バント練習なんかする必要ない、はあ、で
2軍の試合で第2球場でガーンと打つ、ホームラン打つ、うん、ナイスバッティングでしょ、ドンズマリアって言って帰ってくるんですよ。で、シンクラウとやっぱり寮の屋根まで行きましたもんね。ああ、そうね。寮の屋根って言えば、ちょっと話飛びますけど、うん、1軍がたまたま第2球場練習に来たんですよ。はい。太田拓司。はいはいはい。これがカバーンとた寮を越して道路まで行ったんですよ。たくさんの打球が。はい。はい。それがダンプに当たったんですよ。はい、ダンプっていうかトラックの。はい。トラックのうんちゃんがボール持って怒鳴り込んできたんですよ。はい。あ、すいません、今太田拓司が打ったボールなんですよって。太田か、これサインもらえるか。サインで終わったんですよ。はあ。いや、あの時も怖かった、ちょっと。太田さんがあそこで飛ばしたんですか。もう昔はね、そうそう飛ぶボールじゃなかったでしょうからね、うん、はい、まあ場外越したのは太田拓司と秋山デイブはデイブは屋根止まりだな。確か今のおかわりは知らないんだ。全然違うか。はの時はもう僕は営業でしたね。ああ、そっかそっか、はい、今思えばやっぱりいい選手がたくさんいて、あの二軍の寮でそれみんな島ちゃんが面倒見てたんですね、うん、いいことも悪いことも。だってあの2ピッチャー小野和幸、うん、はい、西本与太、それとかピッチャーも揃ったし、バッターは秋山、阿部、はい、それこそ大久保、はい、ゾロゾロいて、うん、まあめちゃくちゃ強かったですよね、ファームも、はい、で巨人と組んで地方試合よく行くんですよ、うん、で一回うちが持ちゲームの時かな、一回表に7点取られたんですよ、うん、7点でいいのか、もっと取っとけなんて言ったんですよ。じゃあちゃんと試合ひっくり返すんです。はあ、そのぐらいすごかったですね。二軍戦も面白いんだね。じゃあね、面白いですよ。二軍戦ってだからもうボールが風切る音聞こえるし、うん、バットスイングの音は聞こえるし、うん、それは最高ですよ。巨人と西武で持ちゲームでどっか、それは工業をちゃんと打てるわけです。そうです、そうです。西武第二球場は料金取ってませんでしたよね。今取ってるみたいですよ。あ、今はね、はい、昔取ってなかったんですか。取ってないです、取ってないです。みんなどこも取ってなかったですよ、昔は。二軍戦はね、はい、うん、まあ、だってね、プロに指名されるだけでも大変なのに、一軍は確かにそれは完成された選手だから有料してもいいけど、二軍は未成熟の選手だから取っちゃいかんっていう習わしが昔ありましたけど、今そんなことないですもんね。うん、みんなもう二軍選手だってプロ野球の選手なんだし、うん、十二分にその対価を取ってみせる、そういったゲームができるというところなんでしょうから。でもまあその時の西武ライオンズは確かに今のメンツ聞くとすごいチームだったんですね、うん、だからその時の二軍の選手がごそっと上がって、うん、結局あの強い八段が加わって、はい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 、強い西武を作ったわけですよ、はいはいはい、そうですね。だから僕の同期は石毛でしょ、岡村でしょ、杉本でしょ、阿部でしょ、これがドラフト1、2、3、4位ですよ、うん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 、で広橋、駒崎、小野、国松、秋山、この辺がドラフト外とか練習生で来てたんですよ。伊藤もちょっとそうですよね。あ、そうそう、はいはい、その辺はやっぱり根本陸夫の力ですか。でしょうね。まあスカウトあるいは選手を育てるっていうのはものすごい上手い人ですからね。試合はダメだけど。監督してたらダメ。ダメ。100年かかっても勝てないです。草場の陰で怒ってますよ。いや、生きてるとこから言ってましたもん。おっさん、ダメですよ。だってベンチから出て行って、あの平らなところで結末くんですもん。根本さんとのエピソードいっぱいあったみたいですね。問題児根本陸夫は、まあ新宿歩くの好きでしたね。一緒に歩くのが根本、浦田、木戸。うわあ、みんな人相悪い。その後ろにくっついて歩くんですよ。人相悪い、体でかいしね。で野球見て顔真っ黒じゃん。そらそうですか。そういう方が挨拶するんですか。で根本さんは実際もう
顔はそこでそういう人たちに触れてたし、だから自分も偉くなったら気持ちになりますよ、後ろから変わらなくてちっこいのだからついていくわけですね。でも俺でいつだったかな、卒業して北海道のちょっと田舎の方のちっちゃなスナック行ったんですよ。そしたら、あんた西部の人やねってママに言われて、ママってもう60くらいのママでしたけど、はい、って昔西部に俺もお世話になりました、根本知ってるかいねって言ったら、根本隆、根本陸王どっちでしょうか根本陸王の方よって、あ、私の恩師でございますへーっつって、なんで親父がこんな田舎のスナックまで顔を聞いてんだって俺びっくりしましたから。ほんと面倒くさい男でしたよ。もうキャンプとか行きたくないの、お客ばっかり来るんですよ、うん、そのマネーが全部仕切るわけですよ、そのお客さんを、うん、もうお弁当でいい持って、うん、もう嫌でね、あれほど顔の広い人はいない、日本国民1億みんな知ってんじゃないかと思うぐらいだもん。そうなの、めんどくさかったあれは。そうですか。まあ根本さんはその社会人、まあどこだ、新日鉄関係に結構ね顔広かったし、うん、そうなんだ。でそういった顔の広い人脈が編成とかスカウトに役立ったんですよね。ですよね、はい、だその後を引き継いだのが岡田悦也、浦田直司ですよね。でもその知り合いで変な方、反社会的な人は来なかったんですか。現場には来なかったですね。俺一度ね、はい、安藤さんに会いたかった。安藤さんで分かります、安藤昇さん、はい、はい、会わせてくれって言ったけど結局会えずじまいだった安藤さんと根本さんは学生時代からポン友で、まあ新宿渋谷、いわゆる学生なんとかっていうところでなんか結構顔を聞かせたような噂が聞きますね、はい、うん、で根本の親父は野球やってたんで野球界の方 で安藤さんはちょっと違う道の方で、まあお互い頑張ったという、はい、僕も安藤さんには一度お会いして話聞きたかったですね。やっぱりそうでしょ、はい、話聞きたかった本当に監督としてはダメだったんですか、采配とかそういうのは。根本さん、はい、ダメでしょ。西武ラウンジ1年目、2年目、3年間、僕3年目の1年間お世話になったんですけど。あ、知らないのか、はいはい、全然いや本人も分かってると思うんですよね。あ、そう。だってさ、近鉄時代もマネージャーからやってるし、広島でも監督やってるわけでしょ、うん、だから確かにチームは強くしてるわけですよ、うんうんうん、だから広島、西武、ダイヤ、今のソフトバンク、ソフトバンクね、はい、みんな強くなったわけですよ、はいはい、だからそういうのはではすごい人なんではあるけど、うん、いざその時の勝負になると、うん、ダメなんですね何なんだろうね。指導好きじゃないですか。それが投げなさいよ。それが困るわけですよ第二球場にたまに来るんですよその本部長の時に、で一人の選手を捕まえて暗くなるまでやるんですよでピッチングコーチがもう焦っちゃってね、うんうんうん、俺も帰れないんだもんずっと一緒でしたよ。根本さんは結構ね、くず谷さんと一緒にアメリカ行ってましたからね。でメジャー的ななんていうの、理論というかそういうフォームが好きで、いつも我々もこう投げなさいよって言って僕はダイエーホークスで入監督やられた時に、根本さんがたまにグラウンド来られて、これそれをおっしゃるんですよ。でいきなり来れちゃダメなんで、こう言ってが最後はこうですよっていう、それを親父言ってくれないと勘違いしますよって言ったら、バカ野郎、その途中のプロセスをお前たちが伝えることじゃって言われましたけど、うん、で僕らは今こう指導者の、まあ、立場になって、小学生中学生にはフィニッシュはこうしなさいよっていうのを僕らは教えますけどね、うん、結局片足壊さない。で成功したのが下柳ですからね、うん、そう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 、下柳は練習で投げさせて、ゲームバッティングピッチャーやらせて、ゲーム中ブルペンで投げさせて、でゲームで投げさせて、一日200球くらい投げてますからね。それでも阪神行って43くらいまで現役できて、もう下柳ほど根本陸王さんはね、大恩人ですよね。なんでしょうね、うん、いやいや、まあそういった野球界の人間たくさんいますから、うん、だから島ちゃんもやっぱり根本陸王は親父という存在で呼んでたんですか。うんですね、うん、最初親父って呼ぶのがちょっと照れくさくてね
一回呼んだら呼べるようになりましたよ、はいはいはい、で僕らは現役中、まあ、ほらいろんな多少悪いことしてもすごい全部もう耳に入ってんじゃないですか。でたまにグラウンド来てこのバカがって何やったんだボケみたいなえなんでって言ったらお前みんな知っとんじゃんボケって、ね、ちゃんと焼きやらんかみたいなまあ知ってました ね何でも、うん、いやこの人の前にはちょっとごまかし聞かないんだよ嘘はつけないんだと思って、はい、うん、失礼しましたでも脱帽してよろしくお願いしますって頭下げてきましたけど、うん、ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよいいねとかいろんなものあるでしょうからコメントもよろしくです。